こんにちは、シールイチカントリークラブの前田です。今回はクロスバンカーについて説明したいと思います。はい、まずはスタンスについて説明いたします。最初は普通にショットを打つ時のような、スタンスの幅で、打ちますと、バックスイングを上げるときに体がずれたり、しやすいです。ただあと体重移動もしてしまうので、若干スタンスを狭くして、体重移動しず回転だけで振れるようなイメージでスイングするとかなりミート率は上がりますので、まず一つ目はスタンスを狭くするということを、やってみてください。はい、2つ目のチェックポイントはグリップの長さですけども、グリップの長さは通常通り持つと、ハーフトップで打ちたいために、下の手前をダフってしまうので少し短く、そうですね、3センチぐらい短く、握ってもらい、若干ハーフトップで打つようなイメージで打つといいと思います。これは練習場でもできると思いますので、グリップを短く握って、ハーフトップの練習をしてクロスバンカーに入った時に対応できるようにやってみてください。それでは3つ目のチェックポイントに入ります。3つ目はですね、スイング中に頭の高さを変えないということが非常に大事です。まずは先ほどの狭くしたスタンス、グリップを短く持ちます。これができたらスイングに入りますけども、スイング中にバックスイングをしてください。バックスイングした時に頭の位置が下がったり上がる、さらにダウンスイングで当然下がったり上がったりするとミート率も非常に悪くなりますので、ハーフトップ気味で打つためには頭の位置、目とボールの距離を変えずに、頑張って打つということが大事になりますので、第3のチェックポイントはこれを、中心に練習してみてください。それでは最後の4つ目のポイントに入ります。4つ目のポイントはまず先ほどのアドレスのスタンス、グリップでスイング中に頭の位置を変えずに打つということがイメージできましたら、スイングはフルスイングではなくて3クォーターです。3クォーターというのは肩よりも若干高い位置までしか手を上げません。ここからフォローも肩よりの若干上、これをハーフスイングの3クォーターで打っていってでミート率を上げます。まあ、この理由とするのはバックスイングを大きく上げますとやはり、砂の上に足場がありますので、足場が大きく上げすぎるとずれたりして滑ると当然ミート率も下がりますので、まずはアドレスして、スタンスができたらバックスイングを3クォーターで土台がしっかり足場がずれないような位置でまでしか上げないということが大事です。これでフォローもしっかりその場でいけば安定してミート率は非常に高くなり、クロスバンカーをクリアできると思いますので、頑張ってやることが大事です。あとは最後になりますが、先ほどのスイングとあとは土手とボールの高さですね、この高さの角度が、大事になります。この土手が高いと当然短いアイアンしか出ませんので、土手の高さと、どのようなクラブを使ったら、そこをクリアできるかということをしっかり、確認してからクラブ選択をするようにしてください。以上の4箇所をチェックポイントとして練習していただければかなりクロスバンカーからの確率は良くなると思いますので、ぜひトライしてみてください。